はい、フィックのお兄さんでございます。飯田なんですね。まあ、雨が上がったんで満開でしょうって言われたのでちょっと来てみましたね。確かに山がピンクだね、あの辺ね。ああ、桜のトンネルになってそう。ああ、まあ、とりあえずあっちを降りてみますか。駐車場もね、こんな感じのピンクです、はい、ダムの事務所も今日はやってんだな。あっちもこっちも咲いております。今日ね、本当はモンパイア来る予定だったんだけど急遽来れなくなってしまったんでね。でも満開は多分今日かなーっていう感じなので、に来たんですけど、猫が、あれ、あの黒猫は去年いた黒猫か、違うよ。そう、違うか、もっと大きくなってるんですか。こっち猫の成長は分からんです。猫の成長は分からんのですけど、まあなんか新しく2つ捨てられてたんで、やっぱり今日かな。去年見た黒猫2匹とはちょっと違うかな。というわけで下の方降りてみますか。こっちがね、ちゃんと人工的に植えられてる桜なんで、首の輪っかしてから降りづら。降りづらい。うん。どうどう。残念だね。今日来れたらね、よかったんだけどね。体調不良じゃしょうがないね。万が一があるからね。下が向けない、向けないんでね。ほんと歩きづらい。寝違えて寝る体勢もちょっと気をつけないと、その日ずっと痛いんでね。やっちゃったんで、ここにねスマホを置いてね、撮ると飯田ダムが綺麗に撮れますよっていう感じらしいんですけど、そうすると桜が見えないんですよね。確かに飯田ダムのあの水の出てくるところはよく映るとは思うけどね。ちょっと下行ってみよう。あと 2,3 日経ったら終わっちゃうよね。よいしょ。ソメイヨシノは終わっちゃうけど、次に八重桜があるからね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。降りづらい。階段が降りづらい。端っこから。去年も来たよね。ここが一番来やすい。
雨の音とか録音している人が YouTube のお知り合いにいるんですけども、ちょっとその人の真似してみようかな。よいしょ、ダムの近くでやるか、いやどこでやろうか、ここでやるか。あんまり下すぎても何も映らんよな。すごいね、曇ってるけどね。まあ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 、うわ小虫が、もうちょっと下降りる。ああ、この辺から撮ろうか。じゃあちょっとやってみますか。